みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はレア環境生物ブルーディーバの出現条件と場所、ルートをご説明します。場所は古代樹の森。環境情報は夜になっていることを確認してください。キャンプは11番を選択します。また可能であれば猫の食事スキル、生物博士を発動させておきましょう。キャンプに着いたらマップを開き、11番キャンプの左下にある打ち消しの実に R3 で押し込み、シルメムシに誘導してもらいます。ここでシルメムシは左に向かいますが、直進した方が簡単に行けます。街路先に到着したら周辺を確認し、青色の鳥を確認してください。ブルーディーバの見た目はこんな感じです。あとは捕獲ネットで捕まえるだけです。ぜひこの方法でブルーディーバを捕獲してみてください。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。